해도 될까? はい。今日はそのでも今回その今丸く野焼きしてるところあるじゃないですか。そこに池作ろうかな。こっからスタートする。そう、そこからスタートして、でまた中間で池挟んで、なんかね、上に作っちゃったんで、行かないんですよどうやっても。だからやっぱりあの上からスタートするのが一番いいよって。去年はそれで。終わっちゃいました。年数かけてやるのが一番です。どうですか今日は作業終わりですか終わりです、また明日うん、うん、これは2年目うん月が違うよねん月が違うよね何どことどこが2年今年で2年目これは今年で3年目ここが2年目でここが3年目溝掘っとけばこういうことにならないどういうことにぐちょぐちょそうか、ここからやっぱ雑草は出やすくなる、ここ3年目にどうぞここはちょっと初挑戦に耕さないでやってみましょうかねっていうのは両脇に田んぼがあるから、大丈夫じゃないかなっていう何が大丈夫染みてくる水があ水が溜まる、ちゃんと、耕さなくてもかなって感じですね一番奥はどう一番広いところは広いところは、本当は真ん中に1本出た方がいいのかもしれないけどね広いもんね、これは相談ここの一番奥の草は燃料切れですあそうだったじゃあ明日草を買ってで今年で3年目だから、この草も本当は外に出すんだけど、本当は出さない方がいいよね、
だって肥料が、うん、あプラスも使ってるからさ、うん、どんどん抜けてるから、うん、本当はだから雑草が出ないように、うん、こまめに刈る、うん、まあ秋だよね、秋に刈って2月にもう一回刈ってってやったれば、うん、こんなには出ないから2月に1回買ったんだよね。でこれぐらいにまた生えてきて、去年は1回も刈らないだから、つる系のなんだっけ、カラスのエンドウ、そうカラスのエンドウはもうここぐらいまであるからね。去年？そうそうそう。うん、やっぱその分全部外に出したから、うん、どんどん肥料抜けていくよね。うん、でもアジを太くしたいし高くしたいから、うん、もう3年目締まれたね、うん、なるべくそういうのはしないで、うん、ですね、うん、草刈りのポイントは今日の草刈りのポイントは、あこのまま例えばこのまま耕しても耕しきれないからさ、うん、雑になるよね、うん、一回刈って、うん、まあ、アジの上とかアジを太くするなり、うん、あとへこんでるところに持っていって今日は田んぼ作りだよね、うん、もう材料として使った草を、そうそうそう、田んぼ作りの材料ってどういうこと、あアジ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 を、そう広くするために草を埋めるっていうか、じゃあ乗っけとく、草を乗っける、うん、例えばこういうところに、うん、乗っけるとどうなるの、まあ、へこまないよね、じゃあ凹凸があるところに埋めるの、草で、でも草もいつかさ枯れたら、うん、そんな早くするの、うーん、まあ、なるべくこういうことはしない方がいいよね、まあね、こう一気に食べ前に草刈ってっていうことはあんまりしない、うん、うん、だから3年かけてそういうことをしていって、うん、3年以降は、うん、なるべく草が出ない、段取りをそうそう冬の間にちゃんとしていくってことね、うん、歩きやすいでしょ、うん、草も刈りやすくなる、現場からは以上です。